日々思うことを語る今日の一言いよいよ明日は国立劇場さよなら舞踊公演舞踊名作集2の舞台稽古です今日は最後の合わせ稽古をうちで市川水仙さんとしたんですけれども明日の舞台稽古に向けてとても充実してきたような気がしております 今回私が務めます関関実は大友のの黒主というこの役前半は関森関兵衛の紛争で踊っていて後半本性を表して世界征服を企む大友の黒主という「無本人」であると自ら名乗りを上げるんですけれどもその時に「紛争」が「ぶっ返り」という手法で衣装がガラッと変わるんです。 そしてそれに合わせてお化粧も変えるんです。そのお化粧の変え方というのが、これが先人の知恵で素晴らしいなと思うんですが、この人が武器に使う大きな斧、その斧の中に鏡が仕込んであって、それを使って化粧直しをする。その結果、暗い星という眉毛の上に点々がついて、眉毛も目もすべて 強くなるこのチャンネルの私のプロフィールの顔実はあれが大友の黒主なんです。斧をどののよううに使うかは見てのお楽しみいやーこれも本当に素晴らしい先人の知恵だと思っています。ではまた。